岡田さん。早起きてよ。え、イヤホンさせたか通してんの。え、イヤホン、はい、おはようございます。ということで、あの今日は今から、はい、ハードオフに行くわけですけどよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、今日はあの岡田だと、あともうあと2人、イジリーさんと、あとフーミンさん、お願いします。そして私、ソフビスの4人で運動中ハードオフに行って、まあ、1000円以内でということで、はい、じゃあ、とりあえず行きましょうか。飯食いに行きましょう。はい、はい、まずこの、あ、じゃあ、カモン。どっち枠ですか？あ、そう？はい、みんな行きますか？いいっすね、みんなハードオフ行くんだよ。なあ、いつもいつも毎週一人で行ってるハードオフに行く。これかってそうやって実感の。はい、お待たせいたしました。ご注文お伺いいたします。今日の日替わりなんですか？4番です。1000円でさ、はい、買ってさ、はい、ドラムがさ、ある程度やっぱ入ってるのハードオフとかなんだ。あ、ですよね。だから見えまでも、まあ、溝が見れますから、逆にハードオフは溝が見れるんですよ。いや、でもこのブレイクスかストリングスかわかんないですけど、抜けてるとこはわかるじゃないですか、溝。あ、けどさ、それってやっぱ難しいよ。でも逆にビートが入ってないといけないなってことは誰も言ってた。あ、なるほどね。で、言ってたらストリングスをサンプリングしてシンセサイズしてドラムを作るサインを。だから結構やっぱりある程度これ、あ、これドラムが、うん、あれなんやみたいなことがちょっと分かってないと相当難しい。これからハードオフ行くわけですけど、どんな曲作る？どんな曲？うん、結構真面目にブレイクビート作ってました。ああ、各々なんかだから、うん、結構インターネットの人と回ってますけど、はい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 、レコードちゃんと扱えるもう持ってて別にヒップホップじゃなくてもいいし。まあでもどうなります？まあ言ってね、こうできますかね、アンビエントとかジャングル、ジャングルはできそう。ちなみに CD はあいつなし？え、なしでしょう。なしな。はい、うん、これはだからアナログを買えというね。まあ、安いんだし、いい曲あるし、しかもトラックも作れるよっていう感じです。まあ、あの弟も言ってたんやけど、はいはい、この企画、元企画やから、じゃあみんなあの MPC にたどり込んで、何のか見栄えはするよ、うん、ね。サンプラー、俺今部屋に AES-1 壊れてますからね。俺もないよね。 MPC2 人とも勝っては MPC 時間やったんですもんね。大体は MPC でしょ。結構あのぐるっと回して90とかできたぐらい熱心な MPC 時間やったんですけど、なかなか今はもうパソコンやからですね。だからまあね、それを逆手に取るかも、そう、一夢みたいなのができたので、もう元々別にもう綺麗なんで、ね、まあ喋ってるけど趣味なんで、ね、これ同人ですから、完璧な同人企画ですからな。そして今日平日ですからね、この俺はともかく平日それもう触れんのやめよう、それはやめよう、今日夢の国になったはい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、あの最高最高では今から、はい、ハードオフの方に向かわせていただきます、はい、ということで、はい、じゃあジャンプ並んで瞬間移動的な、いってくれ、いきます、よいしょ。あ、ということで、ここはどこですか？見たことない。はい、
ということで、皆さんお金の方は持ってらっしゃいますでしょうか、はい、じゃあですね、ここと、もう一店舗の落ちましたけどここと、もう一店舗の、ハードオフを回って1000円以内でレコードを買うと、はい、で、2店舗合わせて1000円なので、はい、ここで1000円使うのか0円でもいいです。あ、ここは何と、そこら辺の駆け引きは自分でということで、はい、ということでレッツハードオフ。生活相場がないかな。ここがね、まあ、一応レコードがこの6箱とこの店舗がということで、でも厳しいな、この。いや、まあでもやっぱ見ていってから考えていきましょう、まあ、うわーこれあ、これどう、五代五だ、あ、五代五、やばい、五代五いける、五代五これ持ってるな。わあ、豆腐ビーツくんレコード余裕でさばける感じ出てるわアナログ慣れしてる、ちゃんと買ってるでしょちゃんと買ってるわ、やっぱインターネットの人ちゃうわうわ、なんか取ってつけた、なんか取ってつけたよね、言い方え、何これ、10インチ10インチ、もうこんなパーチあれ何それ、そういう仕様かですね、ナッシン、あとリミックスやばいやばいやばい、リミックス入ってんの、誰リミックスやねん、これちょっと、これ何ですか、こっちに、だね、リミックス、僕らのハート、いよいよリミックス川島直美がキャンパスから今ポップなメッセージワイン飲んでる人が女子大生ブームの時、女子大生の時に、でもこのジャケット可愛いですよ、うん、全然いける感じの、おしゃれおしゃれ、笑い漫画道場とか出てきた、あ、やばい、裏めっちゃ可愛い、川島直美、可愛いね、可愛いね、泣きながらダンスの時計じゃない、 There beats for you セカンド、 There beats for you なんかこの本当の感じ、なんかすげえ怪しい、ただこれやね、多分ギターあるわ、すごい、サイドワン、お母さん頭が痛いお母さん頭が痛い、まだ俺まだ結構、あ、お、やばい、そっちの方がいいやったこれでも、え、シティナイトクルージュ、これ俺聞いたことないわ、俺普通に買うわ、どっちにしよう、タイトル的には最高や、どっちにしよう、普通に買う、オメガトライブ結構持ってるわ、どんなんやっけな、じゃあ7インチ持ってるの、あ、リズムかな、結構あるもオメガトライブ、オメガトライブ祭りが起きてる、祭りや、オメガトライブ、オメガトライブ祭りや、やばい、やらかした、見てる、ちょっとネタが民謡で撮れたら、あとはまあもう一店舗で1枚買うぐらいでいいかもな、え、ちょっとお、なんか使えそうなんですよ、これいただきやろ、ぜひハライブのサントラあ、それを持ってる持ってる、これ絶対やろ、これいい、これは完璧やろ、岡田さんついにやったこれちなみにお値段は100円、全然105円、これは絶対、岡田さんが決まっているということで、じゃあまず G ガンダム、いや、ガンダム、シャアだね、ほうほう、シャアが来るわ、確かシャアが来る、確かかなりファンキー、確かファンキー、ゴダイオの CM ソングの、CM ソングのアルバムと、アルバムですね、で、オメガトライブ、オメガトライブ、ジェフベック、ステンアライブ、ほうほうほう、で、で、フーミンさんは、僕はジョニーオクラのマリンブルー、おお、いいジャケ、これやばい、ね、で、あ、これ保険です、で、これ風守り用、はいはいはい、2枚目の時の風守り用2枚目の時の風守り用、めちゃめちゃなんか、はいはい、今でいうキムタクみたいな扱いやったらしくて、おお、まあそれだけですで、あ、これよくわからんけど、あ、ディライテッドミントじゃないですか、ああ、夏、懐かしい、ドフビーツ、これ川島直美のソーロング、はい、これ多分今回メインになる、ああ俺の勘で、勘で、これなんかよくわかんないけどジャケ買い、中村あゆみ、中村あゆみです、で、なんかこれね、うん、デコーデント&リミックスドバイ伊沢菊池って書いてある、リミックスシャル
でこれまあいいね、はい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 、でこれあの南のですね、南の横、南のですね、あの神戸出身なんでこれを使っていきます、はい、でまあ一応聖子ちゃ ちゃんね、これあの宣言 B2 リスペクトです、はい、聖子ちゃんで以上ですね、はいはいはい、これで520、おアイドルレコが多いですねやっぱり、そうですね、まあやっぱり物多いしドラム抜けるんですよ案外ね、なるほどね、俺がこうステインアライブとかリフベックとか買うっていうの、はい、そうそうそう、だからやっぱりあのドメスティックで行こうとかなと、はい、ということで1店舗目はこれで、ではじゃあ1店舗目はこれで、はい、お買い上げです、はい、よしっ、それレコード買いましたか、はい、たるみに移りたいと思うのでまた恒例のいきますよ、いっせーので、ハードオフに行くだけで海が見れちゃう、しかも電車が走ってるって、うん、この JR は本当最高、うん、日本で結局同じ時間ぐらい回ってますねやったー、やったー、あー、すげえ、何この景色、え、何これ、すげえ、何これえ、田舎ってこんなもんでしょ、いやいや家しかないから、超、超サッカー、これがあれですよ、このへこんだ土が全部ポートアイランドになってるんですよ、あ、オフハウスとホビーオフ、いや、でかいな、ここ、でかっ、え、何これ、何これ、何これ、2階はスーパーなんで、違います、あー、せーのーで、やったー、あ、お疲れ様です。ということでここはどこですか？ということで皆さん今残金はいくらですか？残金。残金が475円ですね。岡田さんの475円ですか？475円ですね。で、海さんは？僕は580円です。はい、で、いじりさんが？これは800円ぐらいです。よし、じゃあ行きましょう。はい。レッツディグしますか、一応 EP がこんな感じと、はいはい、あとプラス、そうです、ちゃんと値段がついてるんですけど、こういう感じで、あ、ハービーマンとかあるよ、普通にちゃんと最初の値段が高すぎるか、これはでもやっぱりこっちは無視して、ね、値段がついてますんで、はい、あ、これはまさか大江千里うちの大学の偉大な先輩ですから、あ、そっか、ああ、この間なんかテレビ出とったわ、ライブで、でも買ってないあ、あ、これいいですよ、7インチ持ってますわ、あのグレイで買いました、これの7インチテラ、これめっちゃ気になるんだけど良さそう、良さそう、これなんかめっちゃ良かったような気がする、マジで、うん、普通になんかレアブルーみたいな、あ、難しいですね、難しい、また悩む、悩む、これ難しいね、これが今寝ちゃうけど都会はポップディスコシー買うしかないんじゃない、買うしかないよな、これはいるでしょ、でもブギュウギバンドのワンナイトジャムセッション、だから逆にこれ2枚買ってこっち減らしてるんですよ、あー、ヘイ、次の50円なんで、そうやね、だ1枚減らして1枚増やせるんです、増やす、ヘイ、ことことってどうやる、ヘイ、はい、はーい、お疲れ様です、お疲れ様です、じゃあこれで2店舗回り終わりました、はい、ということでレコードを買いましたか、はいはい、私も豆腐ビーツも買いました、ということでね、このこの晴れ渡る空、はい、晴れてきたね、少しもね、トラックメイク日和ですよ俺のね、日当たりのない部屋で、はい、じゃあ、今から移動するのでいつものやつ、お願いしましょうか、ま、いっせーので、あの、俺の家に来て、はい、ということで、とりあえず、まあ、ハードオフビーツ買い足し編、買い足し編をこれ終了ということで、買い足し編はこれで終了です、はい、というわけで後半もチェックしてください、というわけでハードオフ、はい、まあリサイクルショップいいですよっていう、いいっていうね、僕たち大好きですから、まあ、あとまあじゃあ俺たちは制作に入りましょう、しますか、はい、であれ言うの、じゃあ最後に言っときますか、言うか、はい、せーの、ハードオフビース。